第52回ユーロビジョンソングコンテストとミュージシャンのミッコレッピランピで楽屋からのレポーターとしてクリッセ・サルミネンが担当した。参加国の数は史上最高の42カ国。前年ハードロックハレルや優勝となったことから従来よりユーロビジョンの主流を占めていたキャンディポップやシュラーガー歌謡曲ではなくロック系の代表曲が急増した。 この傾向は2008年、2009年でも続いた。優勝したのは独立後初参加のセルビア。ハートウォールアリーナ司会のヤーナ・ペルコネント、ミッコレッピランピ本大会の公式ロゴは2004年大会以降使用されているものと同様で、中央部のハート型の中がフィンランドの国旗となっている。公式テーマは、トゥルーファンタジーであり、多様性に富む。 この国のフィンランドらしさを表現したものである。大会の四角デザインを担当したのはドックデザインであり、簡単譜や F の字などを含む万華鏡の模様が多用された。ステージは伝統的なフィンランドの楽器であるカンテレの形になっている。2007年2月20日、コンテストの公式サイトが今大会向けのデザインとなり、 初めて大会の視覚デザインが多くの人々の知れるところとなった。ポストカードはフィンランド各地での一コマを撮影したものとなっている。公式 CD および DVD、公式ハンブックが発売された。2007年3月12日、準決勝および決勝での登場順、投票順が決定された。準決勝では5つ、決勝では3つのワイルドカードが設定され、 これに選ばれた国は登場順を自ら決定することができる。ワイルドカードとなった国の代表団の長はステージに上がり、自国の登場順も指定した。準決勝ではオーストリア、アンドラ、トルコ、スロベニア、ラトビアが、決勝ではアルメニア、ウクライナ、ドイツが自国の登場順を選択した。これらの国々はすべて大会後半の登場順を希望した。 イギリスが大会参加局を決定したのは締め切り後のことであり、欧州放送連合の特別の配慮によって認められた。今大会では投票の時間枠に変更が加えられた。テレボーティングの時間中、すべての参加局を短時間で紹介するハイライトが投票用の電話番号とともに2回表示され、また前年では15分であった、投票時間は20分に拡大された。 決勝では従来同様各国が自国からの得点を発表する際に1点から7点までは自動的に画面に表示されるのみで8点、10点、12点のみが読み上げられた。また今大会では初めて優勝者にはヨーロッパ各地でのプロモーションツアーがショーとして与えられ5月16日から21日にかけて デンマーク、スペイン、スウェーデン、オランダ、ギリシャ、ドイツを回った。ツアーの出資者はテリア・ソネラ及びノーベルバイオケアであった。本大会に参加できるのは欧州放送連合に加盟している放送局。42カ国が参加を表明した。前年までは大会参加国の数は42、制限されていたが、 今大会では制限は撤廃された。チェコ、セルビア、モンテネグロ、グルジアが今大会で初めてユーロビジョンソングコンテストに参加した。前年まで参加していたモナコは今大会への不参加を表明し、最終的に2006年12月15日に欧州放送連合が本大会の参加国数が42となったことを発表した。今大会では、 史上初めてユーロビジョンソングコンテストがハイビジョン放送された。フィンランド国へ放送は 1080i による 1080i によるハイビジョン画像と5.1チャンネルサラウンド音声による放送を行った。英国放送協会は決勝の様子をハイビジョン中継した。スウェーデンのスウェーデンテレビは準決勝、決勝ともにハイビジョン中継した。しかし、 映像は DVD でのみ販売され、HDDVD やブルーレイによる販売はなかった。準決勝は2007年5月10日の21時に開幕した。28カ国が参加し、42カ国すべてが投票した。イコール決勝進出国決勝に参加できるのは以下の国々である、決勝は2007年5月12日の21時に開幕した。 優勝したのは、セルビアのマリア・シェディホビッチであった。イコールビッグ4決勝での開票順序決勝では、以下の順序で各国からの得点が公表されていた、モンテネグロ・ベラルーシア・ルメニア・アンドラ・オーストリア・フランス、デンマーク・ギリシャ・ジョージア・セルビア・フィンランド・トルコ、ボスニア・ヘルツェゴビナ・ベルギー・ポルトガル・アルバニア・ルーマニア、キプロス・クロアチア・スロベニア・イスラエル・ドイツ・リトアニア、 ノルウェースイス、チェコ、オランダ、アイルランド、マルタ、エストニア、ポーランド、ブルガリア、スウェーデン、ウクライナ、ロシア、ラトビア、アイスランド、スペイン、モルドバイ、イギリス、北、マケドニア、ハンガリー、すべての参加国が、準決勝及び決勝で電話及び SMS を、使用した視聴者投票に参加した。ある国で視聴者投票が、技術的問題によってできなかった場合、あるいは視聴者による投票数が規定に達しなかった場合は、 その国の予備審査員によって得点が決められる。アルバニアとアンドラは実際に予備審査員が得点を決定した。投票の順番は抽選によって決められた。12点以下の表は最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す。各曲の歌詞については以下を参照のことディガルウスラッシュ。ありがとうございます。